えー、IT 系の会社に勤めてます。在宅勤務で雑談がないと困るという人がいますが、マジで言いりません。雑談大事ですかまあ雑談、あの困るというかしたいっていう欲望じゃないですか。なので別にすればいいじゃないですか。スカイプでもつないで。